有了哦！哎呦，哇，600块就玩这个。好了，今天玩的游戏是《火影忍者终极报四》，它的 DLC《木流人传》，这个是电影版里面的剧情啊，几乎是一模一样，一模一样。但是游戏跟那个电影的表现方式是有差的，对不对？啊，如果你没看过电影啊，你就。你看完这篇，那你就省了200块。虽然电影已经过很久了，对这一款，我记得 PC 也会有，你要找一下啊，有 PC。可是 P4 版的话，跟玩朋友对战会比较轻松一点。哎，这段开头的屁话在那个上一代也有。名もなき巻物あり。うちに記すは、いまだ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。好，来来，开开开。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。OK， 好了，《木流人传》正式开始耶！哦，如果你没有玩过《终极风暴四》的话，我建议。你从那个前面玩到后面，然后明佐两人决战，他们打了1个小时，那段超棒，那段超级棒。好，打倒不知名的敌人。好、哦，呀，有点久没玩屌虐！干嘛啦？哎，这是地爆点心啊！看看，焼き尽くす。哦，这招是新招，帅，还不科学啊！なぜその目を貴様が。大叔作假了。
这是狮子连弹欸，这是很早的好很早之前的招式。然后后来鸣人才是鸣人一开始用那个鸣人连弹，然后佐助偷他的招。油断したな金色。お許しを。对，没有，重点是你可以亲历有人物里面，不是单单只是看动画，我觉得很有趣啊，比原作还好玩啊，不怎么比原作还玩，比原作还还原原作。哦，是狮子连带先的哦，不是，我记得是鸣人，是鸣人的招被偷吧？好啦，算了，不重要。私たちは過去にあった数々の戦争を経て、今日の平和を築いてきました。しかし、この平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。ボルト、ちゃんと任務は持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ？そして子供たちに伝えて。お兄ちゃん、これでしょ？サンキュー、ひまわり。じゃあ演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。干，人生胜利组，官二代，官二代，然后有妹妹，有青梅竹马，哇，有血统，哇，有白眼，什么都有了，你什么都有了，兄弟。哦，中忍第二阶段，佐助偷学小李，鸣人在偷。さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたら、また怒られちまう。集合場所はこの葉のサバイバル演習場に直行。ま、行けば。先去木叶正门吧。我记得他们当初第一个任务是那个，他们要去抓一只熊，然后抓完熊之后会解锁这。本次的重要道具叫科学忍具。本作的关键忍具，对，一切争端的开端就是这个。对，那是大蛇丸的儿子。因为算复制人，那所以不知道是妈妈还是爸爸，这个形式上不一样。可是大蛇丸都做那么多坏事，怎么可能？怎么会这样子？一笑泯恩仇，或者大蛇丸是特色啦，就是要帮木叶做事，但他也被监视住。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。
大体あんな遅刻男がいなくてもこのハマル先生くらい。遅刻男がなんだって？おっと、あいよ。ち、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のホカゲとしての器を表しているのかな。我不想成为火影，我想成为火影的男人。火影になるのは私。啊，对了，他要成为火影。那很好。でボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。来了，虐木叶丸。毒木叶。开始。本気でかかってこい。空波，哎，直接表面，先把剩下两个阿兔骗掉。骗到，骗到，骗到。木叶丸，你打不赢血统的、啊、兄弟。干！呵呵，打不中。哎，很贱哎、欸。哦，他把那个任务拿掉了，这边直接把科学忍具弄出来，接的还不错哎。打小孩，你用这个刀？こいつ。メインは私がやる。かばって。もう一丁。もう一丁。なるほど。あれが最近開発された。例の忍者、僕のこの状況をどうにかできるよ。いいよ。科学忍具。俺の実力。ジジ。打不赢。没关系，这个 A 级评价就算了。S。会飞的螺旋丸，哎，老师，啊，你这样不行啊，你这样不行啊。嗯，什么嗯？嘿，やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね。やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。吹捧。吹捧。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。我们会玩到这个故事模式打完。くれたんじゃないでしょうね。まさか。打游戏。なことある。不小心打那个斗争特工打太晚了。じゃあなんで顔を背けるのよ。あ？いや。お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直。チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度の、ん？はい、このハマルです。白头发是大蛇丸的無線連絡？小孩，应该是培养出来的。なんだろう？用细胞培养出来。え、了解しました。緊急任務だ。どうやら。近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついて。あ、抓熊抓熊、这是。今回の任務も。我们这边的触发任务。何せ時期ホカゲなんだから。だからホカゲになるのはわた。哎，那个。中间那位，那要怎么念呢、啊？四月吗？是不是？什么月？僕はてっきり
君が火影になるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉い火影なんだし。不要把父亲的包袱灌在我身上好不好？一番偉いとかなんだとか、そんなの関係ねえよ。一番地形とこにあるもん見られねえ火影なんて。あ、是啊，是啊。脱線だよ。脱線だよ。クソ親父。Naruto Brokuto Alter Man Alter， 算了，我不会念。Alter 三消风暴第四代 DLC 剧情只要600块，那太好了。啊，这个篇章很短啊，大概打到结局我们就12点收台，差不多。宇智波是跟小樱生的，然后佐鸣人跟雏田生，可是鸣人追了那么久的雏田，啊，不是，他追了那么久小樱，然后小樱不跟鸣人在一起，反而跟佐助在一起，哎。それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？この浜丸の班に行かせた。あいつには。例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。好哦，晚安晚安。啊？哦，没有抓熊的阶段哦。哦，太好了太好了，可以跳过。パンダだろ？这个看起来像绿豆糕啊。像稿子。いやだからこれはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。パンダ、ハルジン、是你。このハマル先生、あのクマパンダの捕獲に使った任具は。ああ、これか。あ、这个就是科学忍具啊。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学任務班の試作品。この任務の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな。極端な話、チャクラを持たない一般人でも。对哦，这是跟剧场版一模一样。所以你可以不用看剧场版了，直接看我就好了。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。没有关系啊。电影版有说的吗？鸣人之死，还有一集是什么 ？Last Game，Last Mission 的，然后还以为是什么最终章，那个虎啸还不是出 Bokuto， 作者在那边骗钱。演習と熊捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。虽然我是不希望火影忍者就这样子结束了，但是每次都打着。最后的噱头，我觉得很讨厌。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って保管室に来るように。はい。はい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 。いいな、ボルト。啊，不是 Last Mission， 不是 Last Mission， 是那一集是那个鸣人跟雏田在放闪的那一集啊。それじゃあ、後でな。哎，这个是 P4 版的 ，PC 版的我不确定要怎么玩。好的，我们去找我们的欧亚吉。如果有兴趣的话，可以去看那个 Lex Burner 他吐槽电影版，超好笑。他有吐槽过两个版本啊，一个喜憨儿 ，The Last。The Last， 他就是讲，这个雏田跟鸣人的感情线，为什么他们会结婚？其实都是因为那个任务。
欸，可是我觉得死神的动画做得不错，除了原创部分之外，我最喜欢的是那个懒懒篇的最后面，我每一集都很刺激。失礼します。遅かったな。大体の報告はこの浜丸から聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ簡単な任務でございやしたよ。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。忍びとして大切なのはチームワークと根性だ。修行も三人で連携を。修行なんてしねえでも、俺ってばいきなり影分身で三人になれたし。フートンにライトン、最近はスイトンだって。このハマル、お前いつもこいつに何教えてる？いや、干鸣人闭嘴好不好。俺のこと知りもしねえで先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ今日は。该不会忘记今天是你女儿的生日了吧。ひまわりの誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。失礼します、七代目。片付けか。科学任務班班長として折り入ってお願いがございまして、この度の中任試験に我々の科学任務の使用を許可していただきたいのです。これを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく忍術の幅も広がりますし、パフォーマンスとしても。ダメだ、中忍試験はパフォーマンスじゃねえ、忍びを育てるためのもんだ。そうですか、失礼しました。这边很好笑的是，这个突然跑出一个画风不同的人，就乱了这个画面，好不好？父ちゃんの脱世時代とは違うんだよ。おい、ボルト。あ、ボクト、ノー。啊，叛逆期，这也没有办法，因为那个从小到大都缺乏父爱。可是这也是鸣人的错啊，因为鸣人，鸣人没有儿童时期，所以他也不知道要怎么对待自己的小孩。ボルト，不是他的错，真的不是他的错。なんだよ、勝手に出ていくんだもん、あんた。別にいいだろ、任務の報告も終わったんだしよ。中任試験の告知聞いてないでしょ。中任試験、この浜丸先生が僕らのことを推薦してくれてるらしいよ。カカシ没有死啊、カカシ先当第六代火影、然后第七代的话才是鸣人。他没有死啦，他没有死啊！乱讲话。そんなに七代目に見てほしいなら、中忍試験で見せつければいいじゃない。中忍試験を勝ち進めば、五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね。这个无影观战，看菜鸡互啄。哎呀，哎，你看，所以台下那个好废啊！哎，チャンスじゃない？你看五个精英在台上说，嗯。小朋友加油！七代目だってボルトの活躍。好，幸好他们没下去解说。博人，你的查克拉快回啊！哇，你的体术哪里学的、啊？好废啊！哇，你的手里剑乱丢啊！不行啊，你的螺旋丸戳不起来啊！听得都烦，听得都烦。出りゃいいんだろ、出りゃよ。先当键盘宗师，对。没有啦，没有啦。原本三代火影还在啊，还在的时候他换四代给四代做。せっかく試験に出るって決めたんだからさ、修行とかやんないの？今日は大事な用事があるから家に戻らなきゃいけねえんだよ。修行はまた今度だ。
大事な用って。大事なもの。ま、誕生日。向日葵的生日，反正干我屁事。啊，要回到我们温暖的家。身为一个火影，这个家还蛮小的。最后守鹤没有回到我爱人那边，没有。后来尾兽就忘记给谁包裹。不重要了，不重要。没有，后来我爱罗变成是调查兵团啊，为了人类的幸福而战。喂、欸，是迷路了、啊。看我家在哪里啊？现在第三章。我的家在哪边？哦哦，吹不到。我看看，助人事件。喂、欸，不，照理说是那个啊，这边啊，我看到那个旗子，应该在那边。最难找哎、欸。这边应该是我家吧？啊，这游戏地图怎么讲？小朋友，你怎么了？干！情人节还没到啊，兄弟，不用在这边。哦，鸣人的妹妹很强哎、欸，发起飙来的话，直接吊打鸣人。有看的话应该知道。嗯。好、哦。诶、欸嗯。我找一下路，真的最难找、欸。主要事件，对啊，等下我没走错哦，左边呐、啊，左边呐、啊，靠，回个家要绕一圈。粪便。不是哦，是这游戏设计的有问题哦。哎、欸，对，八尾还在杀人方那边。一开始剧场版的剧情是那个两个反派去找杀人方，然后把他尾兽抢走了。おかえり。哎呀！哟哟！わかってんじゃん。先剧透，那是影分身。喂、哎。没有，我至少没有说白胡子死了。ひまわり，お誕生日おめでとう。哎，生日快乐！ありがとう。哎耶耶耶！ひまわり，ろうそくの火を消していいぞ。うん。呵呵。影。哎，电影版的剧里面是那个影分身。拿着蛋糕，然后突然消失，蛋糕就不见了，蛋糕就掉到地上。嗯，哦，鸣人驼背。博人，啊，博人，啊，要体谅你的爸爸。お母ちゃん、お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。哦，这个就是孩子的自私啊。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。おかげは大変な務めなの。代々伝わる。里にとってとても大切な存在なのよ。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもおかげだったって言うけどさ。
父ちゃんがガキの頃は、ほかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら、親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。確かに、大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。你还有爸爸！あなたにはお父さんがいてくれる。对啊，真的是不知足。你看，你有得吃，有得住，有妹妹，有青梅竹马，有漂亮妈妈。哎，嘿，不知道你在愤世嫉俗干嘛？哎，这干嘛？俺はいいんだ。でもひまわりには、もういいや。就跟现在的小朋友一样，哇，小学就拿 iPhone 6 iPhone 7，但是还是对生活不满。まさか，喂，这个不得了，不得了。今さら帰ってきても遅いんだよ。そうや、じ、あ、その、すいません、俺父ちゃんと勘違いして。ナルトの息子か。名は。渦巻きボルト。我叫彪五郎。あ、没有没有。ボルト、どうしたの？あ、是你情敌来了。もしかしてサスケくん？佐助。あ、ナルトはいるか。まだ火影室だと思うけど。そうか。邪魔したな。真的，小朋友都喜欢那种感觉哇，飘渺不定。我乃是一介浪子哦，在世间徘徊，断了一只手臂，像杨过一样。雕兄，雕兄，来，一起找姑姑。やっちまった。各位介绍一下，左边那台是 BenQ。2540号称240Hz的超强萤幕，哇，打斗阵特工就靠这台，一个字顺。中间那台木叶牌，木叶牌 BenQ 超强笔记型电脑，一样打斗阵也是顺啊，顺啊，哇，太顺了。やけに落ち込んでいるな。サスケ。何かあったのか？いや、というか、その質問は俺の方だ。何があったんだ？お前が帰ってくるってことは。あれ？これは？这是什么？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。追っては来なかったが。この巻物は解読に回す。科技术怪怪的。お前のガキにあった。在鸣人小时候那时代就有通讯机了，有已经有很多东西了。昔のお前そっくりだったな。いや、才不一样呢。あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは。啊，到底像谁啊？昔のお前とも違う。讲清楚啊，鸣人。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらとんかちが。あ、干、我的眼睛、あ、操、お、お、干。え、兄弟、情人节还没到。この人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。
だったら帰りがけのタイミングを狙ってあのおっちゃんが本物か見極めてやる。よし。よし。好，下一个任务。好，我们要去找。哎，支线都不用解了，我们要去找 Sasuke， 请他们教我们那个新的忍术啊！哎，滚！对啊，那个鸣人开始住的地方都是三代火影提供的啦，但他其实过得非常惨，最可怜。哎，各位，电影版这边是晚上哦。打架了，打架了！哦，来各位，等着被我屌虐吧，兄弟！哎，马来米高三小。来了来了，我可以开奥义吗？还是不行开？呵呵，有轮回眼还是被打假，笑死了！笑死了！哎呦，神罗天尊了！手下留情，我还有一半的血。哎，没有提升，没有提升。等一下，机体上有问题啊！干！干！好，没有替身了哈，替身在拽屁啊！没啥了。狙！啊，この王は強い。この人は啊，可以收我当徒弟嘛？啊 ，B 级问号。哦，我现在是用 PlayStation 在玩呢、啊。影分身。何の真似だ。あの、試すようなことしてすみません。実は、おっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それで。そのお願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか。え。それもできないで弟子はないな。螺旋丸。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。好的，哎，我们要先学会螺旋丸，才能是被收到徒弟啊。哎呦，不过说这个 DLC 应该也会有两小时的剧情吧？哦，要戳出来，戳起来，戳起来！聊天室戳起来！
好啦，もう一度だ。其实博人已经很聪明了，他花了一天就学会那个就弄破气球了，然后当初鸣人就弄了三四天，超久了。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞこれ。まあ、俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。家传忍术，先是那个波风凑学，然后他教自来也，自来也教鸣人，鸣人在教木叶丸，木叶丸在教博人，超猛的。私も負けてられない。哦，是因为家传哦。可是当初四代他花了一年研究这套忍术哎。あれ、こっちに歩いてったのに、パーパーってばどこ行ったんだろう。好的，这个沙罗达要去找他的老贝。地上有东西不捡。佐助的千鸟有没有传？传给沙罗达吧，应该有。嘟嘟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 。怎么可以把 MOD？ 好啊，灰狼给你啊！啊，あのさ、もしよかったら、その修行をつけてほしいんだけど。修行？うん。ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この花丸先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。可是，我就想跟爸爸在一起啊，对不对？サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。真白痴哎，佐助，你是白痴是不是啊？你白痴是不是啊？哎，靠，怎么露肚脐？哎、欸，他冠夫姓哦、喔，哎呦，宇智波音。せっかく戻ってきてるんだもん。你不要冠个名你就以为会有眼睛喽？不会的，不会的。ついてこい。哎呀，这边哎，没有，我还想说雪螺旋丸没有那么快。いいか、听好了。修行といっても、今のお前にしてやれるのは。总之呢，修行就是我被你屌打，懂了吗？十分。始めるぞ。お願いします。所以爸爸不知道那个水曜流星的话，他就说天照月读哇，地爆天星，然后沙罗达就死了。没有，会保留实力的。我觉得他就用那个阅读制造100个鸣人跟他打，有没有？会练。上了，哎，你干嘛？采集，去死！卡动，苦干那个就是。こんなところね。
が決まったからと安心するな。攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。哎呦，还有那个反击招，剑。掌握自己的 chakra， OK。哎、欸，别用道具。不要，我想用终极奥义啊，你用一下，给点面子好不好？给点面子啊！操你！给你面子，给你面子啊！我这给你面子啊！我要终极奥义啊！给个机会！谢谢谢谢谢谢！爸爸の前で示さなきゃ、私の本気を。こんなところね。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ、パパ。干，评价一定很废。这个评价 OK 啦，反正我又没要凑奖杯。重点是有那个东西跑出来。演技还没开完。对啊，对对，女儿用那个月照，哎，天照啦，这个地爆天星啦，不错啦。啊啊！お前にはこれで十分だろう。还行还行。これで終わり？正直なところ。今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。这段是学那个宇智波鼬啦。ありがとう、パパ。口嫌体正直，哎呀，喜欢就大声说出来嘛，每次那边碰额头，哼，受不了。もはやこの大地に用はない。錦式だ。はっ。行くぞ。狙いは？かぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。表情満分。这个玛丽克都觉得，哎呦，亲戚是你。这些大筒木一族的是跨越时空到现代来的，所以他们不是这个时代的人。嘘だろ、これ。あの A 特難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃ！なんてやつだ。このハマル先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。佐助、我会搓丸子了。托托摩，晚安晚安。等下我去拿个饮料，好渴。そう
然后佐助会说：“哎，奈米屌。”好，哎，这个一听就森林呐、啊。哦，去拿个饮料，各位，等我一下。有玩20古堡7了吗？玩完了，我们在别的地方玩，你去看我 YouTube。不是哦，我们20古堡7是首发，哎呀，第一个破的大概，开实况第一组破完的大概。一打，找到了，是中二叔叔。その目でしっかり見てくれってばさ。来看我的奈米丸子。哦。どうだ。随分と小さいな。それでは螺旋丸とはとても言えないが。哎呦，谢谢托托莫，感谢三个月续订。できていることに。哎呦！最後まで話を聞かないやつだ。可是，在漫画，哎，我记得在剧场版里面的话，他是丢碗，然后后来是那个谁，萨洛达跑来讲几句话。你就把他丢出去，而且还蛮强的。小而精简。どうしました？なるほど。ひどい話ですね。では私がいいものをあげましょう。それって、这是什么？これを使えばその方に認められるはずですよ。これからはクールに、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。クールとスマート。バカ。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。如果我是他本人的话，我也会被诱惑。科学忍具を使って次世代の忍び。这个就等于是斗阵里面的自动瞄准系统，对不对？用了。直接上宗师，哎呦，好想用啊！结果发现莱茵用了好像没什么屁用，后来就掉到了宗师，哎，不，掉到了铜牌。七代目にもね。想要被认同，就用这个。哎呦，さ、新しい和歌の実力を見せてきてください。好的。サスケ。
ケのおっちゃんはまだ森にいるかな。好，我们先拿那个佐助来试刀，走走走。哦，对不起，我温斯顿有用啊，温斯顿用了，结果还不错哎。好，先用科学忍具虐一下那个佐助，然后就 OK 了。哎，好想跳。